西鉄バス久留米吉井支社は、西日本鉄道の子会社である、西鉄バス久留米のバス営業所の一つで、主に、久留米市東機は市を結ぶ路線や、浮橋市内の路線を担当する。福岡県浮橋吉井町和座田橋33番地、営業所は、国道2 1 5号沿いで、浮橋の中心部に位置するため、営業所での乗降も多い。 管轄路線はすべて西鉄バスクルメの直営路線である。20.2324番は過去西鉄本体からの管理宅であった。萩市線と浮橋線は西鉄バス両畜萩市社が解散した際に投資者が引き継いだ路線であり、現在は浮橋線は浮橋発着所を中心に、萩市線は萩発着所を中心に運行されているが、以前は 西鉄バス両地区の管轄だったことから、ほとんどの便が、破棄発着であった。主に山岳地帯を走行するため、すべて小型車での運行となっている。草野専用の中型車両も、ともとは、小石原線、宝珠山線、黒川線の3系統で、破棄支線を構成し、朝倉郡北東部の山岳地帯の交通を確保するために、 吐き発着所を中心に運行されていたが、90年代末期からの度重なる路線改変により、2010年に以下の1系統のみの運行となった。西日本鉄道時代は行き先番号が設定されており、黒川線が11番、小石原線が12番、宝珠山線が13番であった。西鉄バス、久留米転換後、西日本鉄道側は、 上記の3路線をまとめて、破棄支線という単一の路線として扱うようになり、個別の路線を指す際は、黒川行き、小石原行きなどのように案内していたが、西鉄バス、久留米側は引き続き、各3線を単独路線として扱っていた。無番路線で使用する小型車両を。左側がローザ、右側がリエッセである。もともとは、田子森線、妹川線、 星尾線の3系統で、浮橋線を構成し、旧浮橋町南部の山岳地帯の交通を確保するために運行されていたが、2014年に以下の1系統のみの運行となった。西日本鉄道時代は、行き先番号が設定されており、浮橋線全体で30番であった。西鉄バス、久留米転換後、西日本鉄道側は、 上記の3路線をまとめて、浮橋線という単一の路線として扱うようになり、個別の系統を指す際は、本宮行き、笹尾行きなどのように案内していたが、西鉄バス、久留米川は引き続き、各3線を単独路線として扱っていた。上杉屋付近。手前が、締め原方面。付近に、住宅は存在していない。西鉄時代。 西鉄時代天城観光バスへ移管当時は現地室待金、フリーバス区間が示された路線図。ありがとうございます。